レスタースクウェア駅は、ロンドン中心部、レスタースクウェアの東にある、ロンドン地下鉄の鉄道駅。ノーザン線、チャリングクロス支線とピカデリー線の列車が発着する。ノーザン線では、トテナムコートロード駅とチャリングクロス駅の間、ピカデリー線では、コベントガーデン駅とピカデリーサーカス駅の間に、レスタースクウェア駅は位置する。駅への入り口は、 クランボーンストリートとチャリングクロスロードの交差点付近の複数のビルに合計4カ所ある。トラベルカードゾーン1。当駅は開業前、クランボーンストリート駅と仮称されたが、1906年12月6日に、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道のレスタースクウェア駅として開業した。GNP&BR の他の駅と同様に、 当駅も開業当初はエレベーターを使ってプラットフォームにアクセスする方法を採用していた。駅舎の設計はラッセルスクウェア駅などと同様にレスリーグリーンが担当した。1920年代、ノーザン線が南北に延伸され乗客が増加したことに伴って当駅の乗降客も増加。続いて1930年代にはピカデリー線の延伸も計画され、 さらなる混雑が予想されたため1930年代前半に駅の地下部分の改築工事が行われた。エントランスも地下のチケットホールと一体化した形で新設された。類似構造のチケットホールを持つピカデリーサーカス駅同様、この地下空間は道路を改作して作り出された。チケットホールからプラットホームまではエスカレーターが設置され、エレベーターは撤去されたが、 エレベーターが通っていた穴は通気口として再利用された。この通気口はクランボーンストリートから駅への階段の最初の踊り場にあるドアの向こうにあり、普段見ることはできない。また改築工事の際に設置されたピカデリー線ホームへのエスカレーターは1992年にエンジェル駅が大改修され、 長さ60メートルのエスカレーターが設置されるまで、ロンドン地下鉄最長を誇っていた。なお、エントランスおよびチケットホールの設計は、チャールズ・ホールデンが行っている。現在ノーザン線の管理部門が使用している、チャリング・クロス・ロード東側の赤いテラコッタタイル張りの駅舎の上にある建物は、トランサド・ハウスと呼ばれ、かつてウィズダン・クリカターズ・アルマナックというクリケットの 有名な雑誌を発行していた、出版社が入居していた。その縁で現在でもビルの出入り口の上に、クリケットで使用される、スタンプの像が掲げられている。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。